13系防衛圏、前回続きからプレイしていきましょう。さて、前回関ヶ原 A のストーリーをやって、なっちゃんのデスドロイドをクリアしろと言われたんですけど、前回見たのがイージスシステムっていうエンドらしいんで、いっぱいあるんだよね、エンド自体。エンドっていうのか、終わってないもんね。とりあえずなっちゃんやっていこうか。またこんなに散らかしちゃって。これいつだ、未来に行った時じゃないよな。 BJ 何してんの。17番騎兵というのはトライポッドと戦うために作られた BJ が乗っていたロボット。彼の名は BJ。 悪い宇宙人から地球を守るために文明の進んだ星からやってきた宇宙人だ。黒服の男。 UFO が現れると目撃者に警告したり、活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメインインブラック。もうおとなしくしてないと見つかっちゃうよ。やつの部活、もうすぐ終わるからね。夏のゲート。そんな急ぎなの。夏の移行。めっちゃ触ってるけど。移行。あれ、これで終わりか。ちょっと待ってな、部活やってくるわ。あれ、出れねえし。なんかあんのかな、調べられるやつ。ロッカーに閉じ込めたのは悪いと思うけど、ここしか隠す場所がないのよ。隠し場所。朝説明したじゃない。あんま理解してくれてないんだろうな。海藻。で、ここに隠すと。ごめんね、BJ。私の部屋だと弟が勝手に入るから隠れてても見つかっちゃう。学校終わったら一緒になくし物を探してあげるから、ここでいい子にしてて。バタバタしてんぞ。静かにしてないと MIB に捕まるよ。この辺うろうろしてるんだから。そういうの止めないの、学校側も。静かに。この一緒か。まあ出よう。休み時間にも来るから静かにしてるんだよ。こっちの話してることが理解できてるかって言われると微妙なのかもしれんな、あいつ。というわけだからいい子にしてて。頼むよ。今度は出てきちゃダメだよ。もうちょっとだけ我慢して。ごめんね。よし、出よう。部活さっと終えて連れて帰ればいいんだよね、部活後。ああ、また夏の。な、何。その転がってる箱、夏ものだよね。ぎく。え、なんで。いつもロッカーに入れてるじゃない。見てたのか。なんなのそれ、時計。それはその秘密。また怪しげな UFO グッズなんでしょう。片付けとかないと先輩に怒られるよ。危ないな。もう行ったよ。夏の奇跡と探索。はあ、まあ、それが使命なんだろうな。ゲート行こう。
連れてってやる？私の部屋はよく弟たちが勝手に入るからな。やっぱり BJ を家には置いとけない。部室には放課後まで誰も来ないし、ロッカーの中ならまず見つからない。勝手に出てるけど。まあ用意するわ。じゃクラウドシンクに利用される。もしも BJ が見つかりそうなら、はい、素早く体育バッグに隠せばきっと大丈夫。もしも BJ 素早くきっとなんかあんのかな。おっと、危ない危ない。機密情報が丸見えだよ。 BJ よりも機密かな。よし、入って。わかってるの？見つかったらエリア51で解剖なんだよ。解体じゃないのか。一緒かな。着替えんでいいの？着替えなくていっかみたいな感じで言ってたけど、普通着替えるいるし。普通にいる。あ、MIB だ。うん、だね。こんにちは。こんにちは。君、待ちなさい。何？しまった。そのカバンの中見せてもらえるかな。なんで女の子のカバン見んのか。お前ふざけるなよ。あ、待つんだ。やっぱ普通に普通にバレたか。まだ追ってくる。マジか。どうする？どうしよう。どうしようかな。どっか隠れる場所ない？まずいわ。巻いた？階段降りよう。よしよし。こっちにもいるのか。ここ余計ダメだな。教室入ろう。教室。こっちにもいる。とりあえず戻ろう。どうしよう。教室入れないか。どうやって巻く？まずいわ。でもまあ、こっちっす。ん？南じゃねえか。尾形くん。どうした？慌ててどうしたよ。その、ちょっと困ってて。あ、これ使える。黒服の男に追われてるの。なんだ？変態野郎。あいつらに何かされたのか？どうしよう。捕まったら解剖されちゃう。何？む、抜かれちまうってのか？お？服を。宇宙服？そりゃ全部よ。噛み合ってない。きっと隅々まで調べられる。な、羨ま、いや、断固許せん。だな。心配すんな。そんな変態行為放っておけるか。お？これ、てめえら許さねえ。ちょっとかわいそうな気がしてきた。思わず手が出てしまった。負けてるし。なんなんだこいつは。あっちから来たな。やばい。教室教室入りなって。なんなのあいつは。弱かったな。こっちに来る。どうするどうする。入れる？あ、入れる。階段ダメだもんね。こう行くしかないよな。気づくだろ普通。誰かいたぞ。にゃーん。てめえら校舎で何してやがる。ゆうきちゃん。ゆうきちゃん、ちょうどいい。手伝ってくれ。一体どうしたってんだ。逃げ出した怪しい奴がいた。何か隠してるようだ。まだその辺にいる。ここで恩を売っときゃメガネも自由にさせてくれるかな。
いいぜ。特務機構の仕事だろ。そのための潜入要員だ。見つけ出すだけでいい。我々が捕らえる。で、どんなやつだ？嘘よ。ユキちゃんが MIB だったなんて。ユキちゃん。めちゃくちゃショック。幼なじみは MIB って。よし。あ、そうか、ユキちゃんまだ、プレ、めっちゃしゃがむじゃん。お、アメグチまだ、プレイできないのもいるんだな、結構。なっちゃんはまだできるのか。ええー、こんなに分岐すんの？でも、追われるって書いてるから、追われない、やつが多分あれだよね。うん、追われないやつをやっていかないとダメってことだよね。ちょ、なっちゃんやっていこうか。あ、部活後からなんだ。先輩、どうしたんですか？ちょっと違う。南。はい。また物質が荒らされてる。変態だな。それに、見てろ。ん？何？何を見るんです？こっちで静かに。洗濯カゴだ。見たか、ミナミ。まずい。これはきっと犯人の盗撮用カメラだ。あ、そうなる。物質を荒らした変質者が仕掛けたものに違いない。警察呼ばないとダメっすよ。お、ユキちゃん増えてる。仲良しのユキちゃんが MIB の人間だったなんて。 BJ のことはユキちゃんには相談できない。私のよやるし。これも一緒か。じゅんとびか UFO か。 BJ 出ておいで。いえ、これ私の。南の目覚まし時計なんですよ。時計来ないだろう、時計を。 BJ まだ調べられるか。出てこないね。おっと、危ない危ない。ほら、そうか。機密情。入れて帰るしかないか。じゃあこれ持って帰りますね。すいません、ね、そんなの持ち歩いてんのか。その、母の形見で。これじゃないと時間わかんなくて。でっかすぎない？ま、そう思うよな。もしも B… きっと大丈夫。じゃあ先輩すいません、失礼します。出る。あれ、はい、その格好で帰るの？ああ、ちょっと急いでて。先輩頭の中ハテナでいっぱいだろうな。とりあえず今回は見つからないように目指してみようか。またいるよ、あの変態の。でもどうやったら見つかんないんだろう。こっちが来た。よし、今こうだな。神社に行くの？あ、そうか、ゲートに行けって言ってたな。とりあえず来たけど。 BJ、 こんな目立つとこで。着いたよ。今度はどこを探すの？え？セクター1、セクター2、セクター。
これ気になるな。上から見るのが一番いいんだろうけど。セクター？その下のは？セクター5、1945年。過去にも行けるんだ。太平洋戦争終結の年ね。行ってみるか。行ってみよう。アクセスコード承認。セクター1。前は急に飛ばされたけど、なんか機器としてやってる。すごいすごい。そんな嬉しいかここ。あのカビ臭かった旧校舎だ。すっごい木の香り。まだ新しかった時ってこと？だって間もないんだ。戦後に？夢みたい。 BJ 見てよ、過去の学校よ。本当に過去も未来も自由自在なのね。わかってる。ここでは慎重に行動しないと。未来が変わってしまったら大変。でも騎兵使って未来変えようとしてるんだから、まあ別にって思うよ。40年前ってことは3歳のお父さんがばあちゃん家にいるはず。ちらっと見てきたらダメかな。ダメよね、わかってる。そんな見たいか、自分の父親の3歳の時って。騎兵、ここにあるの？ドローンの信号を検知した。稼働中の騎兵がある。稼働中か。騎兵、ここにある。一緒か。探してみる？調べる。表記は違うけど、ここが私の教室だ。楽しそうだな。どこだ？どこ探す？誰か来た。隠れなきゃ。ビジェ、ゴートさん。土足なんだ。時間通りですね。これが今月分の薬です。お薬、先月から変わったのかしら。どうしてです？ごまかさないで。私分かってた、あなたの薬で未来が見えてるって。でもこれは違う。飲むとひどく苦しいの。夢で見たことが思い出せなくなる。飲みなさい。悪夢を完全に忘れられます。悪夢？違う、あれは。何も知らない元の君に戻るんだ。この計画はもうやめだ。ゴートさん待って、忘れてはいけないの。あれが助かる方法よ。この子は利用されてるって感じか。思い出せない。あやめ峠にある兵器じゃダメなのよ。思い出せない。あやめ峠。なんかガクガクしてる。今のゴート先輩どういうこと？いや、40年前に先輩いるわけない。先輩のおじいさんだよね、そっくりだし。騎兵、あやめ峠が。え？彼女、話してた。あやめ峠って、公園のあるとこ？1945年、公園じゃない。行こう。まあバッグに入れて、連れてっか。あやめ峠か、今まで知らないとこだね。行ってみよう。でもダメだって言ってたよ。あやめ峠交渉。勝手に先に行かないでよ。ここ
ここ軍の建物よ。見つかったらどうするの？めっちゃ一人でやってるけど。これが騎兵か。でっかいな。でも装備とか全然ついてなくない？こんな目立つものどうしたらなくすのよ。騎兵は電気装置とリンクしてる。電気してきた。そうなんだ。ともかく見つかってよかったよ。これは救急マンキー。17番じゃないんだ。そうか、17番って言ってたね。17番機探してる。救急マンキー仲間の騎兵。私今動かせない。 BJ の仲間はどうなったの？消滅を確認する。それって死んだってこと？そうだよ、死んだ。多少なりとも感情があんのかな BJ。それよりこの機械システム変更されてる。メインを迂回してシステムを構築。なんだかわかんないけど、ここの人たちがやったんじゃない？ボロン時代の技術では不可能。いや、機械使うのも作るのも不可能だろう。誰か来る。行ってみよう。違うな、逃げるんだな。あ、ごめん、いいぜ、入って。なぜ同時博士は計画を棚上げしてるんだ。もう騎兵は手足も同然だ。前線だろうとその力を遺憾なく発揮できる。だのになぜだ。いかんな、これでは高俊さんのようだ。セクナ、きっと上には上の事情があるのだ。号令あらば、いや号令がなくとも時満ちれば命を捨てるのみ。あんな子も戦っているの？騎兵な。今度はこっちから誰か来る。え？もう。除草壁の子だよね。19番、久しぶりだ。早速見てみるか。へえ、見事に迂回経路が生成されてる。まさか2人目で成功するとは驚きだ。すごいぞ三浦慶太郎。脳内をかき回すナノマシン再構築探査を発狂せずに耐えたのか。このデータで騎兵を奪える。おっと、グズグズできないな。同時博士が警備を戻す頃だ。騎兵のロックは約束通り解除と。もうここに用はないが保険をかけておくか。よし、これで三浦君に接触するだけでデータは拡散するはずだ。何よ今の子。急いでここから離れよ。うん。この時代に17番はないってこと？着いたよ、BJ。あ、俺も隠れんの？
データが完成していたとは。博士と交渉したのは正解だったな。設定がいじられてる。ここに誰か来たのか。このゲートも危険だな。元のキーに戻しておくか。撤収だ。これで帰れなくなったりとかするのかな。ゲートを使ったの？まさかあの子も宇宙人？きっと変えられた。電気的体。帰れないの？最適完了まで78時間24分。そんなにここにいられないよ。3日以上か。未来に帰る他の方法ないの？安全か電気、ここと騎兵だけ。騎兵なんだ。19番使うか。また誰か来た。確かこの辺りだったな。時坂神社、神様でも見たのかな。まさかな。やっと休暇をもらえたというのにすっかり遅くなってしまった。千尋は心配してるだろうな。誰だ、まあ、隠れているのは。ありますよね。待て、君は。時空を超えた出会い。なかなかロマンチックなエンドだったね。はい。ん？はい。ミューラッチも使えるようになったのか。こう考えると多いな。めちゃくちゃ焼けてるけど。まあでも、まだ見てないエンド。あれ？ユキちゃんやらないと。あれか、デストロイド見れないのか。じゃあまあこの順でいくか。じゃあ次回三浦っちやっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。